はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。あとして明日はメンテビになるので、今日最終日のガチだったりイベントを最終日やり忘れがないように一緒に見ていきたいと思いますが、まず昨日ですね、まあ、ゲリラ的に生配信急にねやらせてしまって、まあ、かなりの釣りタイトルで心配させてしまった方もいるかもしれませんが、正直めちゃくちゃ元気です。ちょっと一緒に何も考えずに遊びたかっただけなので、はい、サムネやタイトルで心配された方申し訳ありませんでした。またやります。ちょっと8000円分ぐらい余ったんでまたやりたいなと思ってますね。で、あの配信アーカイブ残さないつもりでしたが、もろもろ面白い配信になったんで残しときますね。で、あとあの配信の中で話していたギフトコードですね、今放置少女内で、はい、この左上のアイコンから右上のギフトコードを入力で、はい、ここで、はい、こんな感じで GIGOX 放置とギフトコードを入力するとアイテムがもらえるので、はい、これ間違えちゃいけないのが I が小文字なのと、この×ですね、ここ X の小文字を使ってます。で、あとは大文字で GIGOX 放置と書いてもらって、はい、決定を押すと交換が完了しましたと出て、はい、こっちのメールボックスの方に百貨ガチャ券10枚と原宝500、はい、合わせて3500原宝ぐらいの価値のものをもらえますんで、はい、複数サバやってる方はこれ複数サバでゲットしておきましょう。はい、そしてガチャ見ていきたいと思いますが、まずは MRの那須与一ちゃんガチャ最終日になりますね。はい、まあ与一ちゃんに関してはちょっと、まあ、まだ半年前のキャラクターではあるんですが、まあ、個人的にはこの出陣時の血善だとか、まあ、自分が撃破された時に血善を味方にパスできて、まあ、味方の虚弱や盲目が剥がれなくなる機能なんかは結構気に入ってたりするんですが、まあ、あとスキル1の味方に対する残影の付与なんかもなかなかできるキャラクターいないんで、はい、個人的にはちょっと推してるキャラクターではあるんですが、まあ、出た当時からそこまで強いキャラクターでは全般的にないので、まあ、本当に重配課金の方で遊び心のある方でデッキに入れてみようかなぐらいの副賞になっており、まあ、無備課金の方にはもう間違いなくおすすめできるようなスキル性能のキャラクターではないので今回再販になりましたが、まあ、基本的にはスルーですかね。いや、この後ろの波の絵とかいいですよね。立ち絵もなんか水の呼吸の使い手っぽくて好きなんですが、残念ながらスキル的な意味合いで最終日ダンゼロファーストシーズン絆のちょびだめなんかもなしで見送ろうかなと思います。さあ、そして同じ波でもこっちはビッグウェーブMR アバター孫健ちゃんですね。いや、このキャラクターはめちゃくちゃ化けましたね。はい、まず仲間連携スキルで死体副賞に2ターンの長老をつけることができて、まあ、味方の長老化をした上で援護と長老が死体副賞の HP が敵上限に勝っている場合には剥がれないというような味方のタンク化ができる連携スキルがあり、これは主力なんかにつけて主力をタンク化して味方のバッファーなんかを守ることもできるし、あと HP だけがっつり育てた例えばナタだとか、まあ、ちょいタンク系キャラクターなんかにつけてデコイになってもらうとか、まあ、そういった使い方ができると。で、やっぱりでも孫健ちゃんに関してはメインのスキルがめちゃくちゃ強くなったんで、まあ、スキルが強くなったというか HP ですね。 HP 上限 65% アップが2箇所あって、で、体力アップなんかも武器だとか指輪ドレス、そしてまあパッシブからも得られるという感じで、まあ、ゲーム内最強の HP のキャラクターということで、まあ、それを利用したこの本体自体がまた長老で敵の攻撃を引きつけながら援護によるカウンター反射も 80% プラスパッシブで 50% で合計 130% のダメージ反射っていうかなり強力な反射力がある長老キャラクターということで、まあ、ここがレオニダスとかと大きく違うとこですね。反射量が高いんですね、めちゃくちゃ。で、その上で HP も全キャラクタートップクラスということで、まあ普通に声援防具だとかガチ装備の副賞相手に日月に陶器陣4みたいなめちゃくちゃお手軽な装備セットで反射で撃ち落としてしまうとか、まあ、あとスキル1の方も HP ベース防御虫攻撃が今の MR 環境では神髄共鳴スキルなんかで対策することができないタイプの防御虫攻撃になっており、まあ、ダメージめちゃくちゃ通しやすいんですね。まあ、特に無備課金だとバリアなんかもそんなに充実していないので、まあ、かなり暴れたい放題だったと。まあ、怠慢で周りに倒すぐらいなんで相当やばいですね、この子。はい、相当なローコス優秀キャラクターが出てきました。はい、これ私的にはデーフちゃんよりローコストで採用するのであれば、まあ、デッキ戦において活躍してくれるかなという印象ですね、この1週間使ってみて。まあ、テフちゃんはテフちゃんで1体に対して天然ボケというとても強力な立ち回りができるんで、できれば時間をかけてテフちゃんと孫健ちゃん対人専用に無備課金の方は採用しておきたいところですが、まあ、孫健ちゃんのいいところはとにかく HP がめちゃくちゃ高くなるパッシブだったりドレスや指輪専属武器を持っているので無課金の方でも HP を作りやすいタイプの長老キャラクターってことで、まあ、結構無備課金だと長老キャラクター取ったとしても HP マウント取るのが難しかったりする中、孫健ちゃんはそれがやりやすいんですね。まあ、奥義なんかであんまり HP 作れてない方でも HP マウントが取りやすい長老キャラクターってことで、はい、地味な部分ですがそこがめちゃくちゃいいなと。はい、ことで、はい、こちらランゼロファーストシーズンの方まだまだ孫健ちゃん UR 時代の孫健ちゃんですが、ちょっと絆のちょびだめ始めておこうかなと思いました。はい、まあ、交換においては椿翡翠なんかがたくさんある方は椿翡翠で UR アバター戦まで取っちゃうのもありですね。さあ、そして炭蔵コボも最終日ガチャ迫っていますが、はい、こちらに関しては明日0時になった瞬間もう一回無料区分引いて南海報酬の炭蔵石2個完全に無料でゲットすることができますので、明日0時から朝10時までの間に1回必ずログインして南海報酬の炭蔵石ゲットしておきましょう。はい、新水コボも同様に3回分無料区分引いた後明日0時に無料区分引いてさらに300元宝を払ってガチャ回すことで新水成果2個南海報酬でもらえますので、まあ、急ぎ目で新水成果
か集めている方はこちらも忘れずにゲットしておきましょう。で、0時にログインしたタイミングでこちらの限定特典のところにある絆の水引き150元歩の安いやつも購入できるようになりますので、こちらも購入しておけば明日メンテ開けた後もう1回150元歩のやつが復活して買えるようになりますので、メンテ日2回水引きを購入できるので、これも集めている方は合わせて買っておきましょう。さあ、そしてバンジーバンド屋ですね、こちらガチャはすでに終了していますが、交換期限の方も今日までとなっていますので、欲しい副所長いたらこちらも SSR セレクト、そしてランダム UR 交換しておきましょう。私もあと1個これお守りがあったらランダム行きたいんですけどね、ちょっと今回無理だったんで、次回いい UR メンツが並んでくれるのが楽しみですね。良き日欲しかったですね、ちょっと。あと、砂浜の宝探し、こちらもガチャ最終日になりますが、こちら課金イベントですが、無課金でも1回は報酬にありつくことができるものになっていますので、こちら、特に一番下の尾行の貝殻の中にある SSR の箱の中に、今回大凶消去いないんですね。ちょっと今回微妙ですね、これ。メンツが。テフちゃん今、百科美人で取れるし。でもちょっと普段積極的に百科交換券なんかを使わないような副賞ちゃん、ゲットできるかもしれないので、無料分一回引いときますか。として、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。昨日のクレーンゲームもね、奇跡を起こした私なら、MR 決勝、出るでしょう。さあ、テケコ、取ってこい。ゴー！